やちょっとやりたかったな、もう一個まだあるよ。クリームみたいなの入れるんだ。牛乳でしょ。牛乳か、やめて。何もしてないよ。ちょっとスキップしてただけ。モザイクかけます。ねえ見て、おなじく着てる、はい、来たよ、どうぞ。部屋着なんかそんなもんだよ。ちょっと待って、どうして、これ開こう、開こう、ちょっと今開いて。わかんない、うまくいったらよくわかりません。ちょっと固まっちゃったかも。お、待って、うわ、私の責任が、待って、やばいやばいやばい、え、うわすげー、え、うわいうわいうわい、マジ、あ、なんか踏んじゃった、そう、すごい、これ私が天才で。いやいや、違うでしょ。上手上手。まあまあまあ。あれ、お粉少なくていいの？もうちょっと食べたい。なんか加減わかんなくなっちゃった。手柄取りたがるね。手柄取りたがるね。いや、私がやったんだ。やったやった。ね、ほら、お母さんがそう言ってる。手柄取りたがるよね。手柄得意。大丈夫？演劇部大丈夫？いや、私演者じゃないんで。演者じゃないか。いや、演劇部の中の演者じゃないんで。いや、演劇団、劇団演者じゃないんで。こっち行ったら怒られるよ。こっち行ったら怒られる。片手で割りたい。でも作んないよ、まあ、作っとく、作っちゃっていいか、割るだけ、割るだけ、割るだけやったらダメだよ。ちょっと卵 の、 あの新鮮さが、これ一個しまっとくよ。うん、え、卵が、中も入れてない。卵あ、いた、いるよ。これどうやって開けるの。兄ちゃんごめん、ちょっと失敗した。大丈夫、お父さん開いてくれ。うわで、これをだいじょうぶ震えてる震えてる。ストップ言って、ストップ。うん、なもんだね。上手。すごい震えたけど大丈夫。すごい震えてた。尋常じゃないぐらい震えてた。尋常じゃないぐらい震えたけど大丈夫。はい、どうぞ。はい、どうぞ。みんなまずん。では、いただきます。冷めちゃう、冷めちゃう。よいしょ。あ、ついちゃうわ。ついちゃうわ。さて、なんて書こうかな。そっか、なんて書こうかな。キモ。お姉ちゃんの、お姉ちゃんの似顔絵にするね。いや、お父さんの似顔絵だからそれほぼ自画像ね、お父さん。おいしい。変顔にしてよ。お姉ちゃんの変顔の似顔絵でいい。うわ、えぐえぐとか言わないでよ。そんな顔してないよ。できた？なんで私髪の毛ショートだろ。いや、無理があるって。かけすぎだよ。かけすぎ。こんなネズミ女みたいやんだって、変顔の時。キモそんな顔してないよ。ちゃんと本家見て、本家。これ手は何なん、この手は。手はなくてもいける。ちょっと、カンコピするわ。いや、そんなんじゃないから、もっと可愛いじゃん。よいしょ。痛い。ちょっと似てない？これ変顔に似てない。そういや、演劇いつだって？ 3 月？言っちゃダメだよ、まだ。あ、なんで？あ、ポスターも出てないし、解禁していいよって言われてないから、うん、そうなんだ。ダメなんだ。いつかやるということだけは。でもなるべく早く行った方がいいよね。いつかやります。近々。近々、うん、え、行っちゃダメなのかな、これって。いや、いいでしょ。いや、でも良くないかもしれない。本当に本当に良くないかも。やるかもよみたいな、うん、かもよって感じ。私さ、デミグラスソースのさ、オムライス食べたことないんだよね。ああ、洋食屋さんのね。うん、いや、ケチャップがいい。
結構いい。めちゃくちゃこれいいんだろう、ね、飽きない。あー、まあまあまあ、なんか甘ったるさに飽きるんよね。うん、私だからだな、オムライスじゃなくてハッシュドビーフの方がいいな。なんなんデミグラスソースを食べるなら、うん、同じようなもんなんだけど、ハッシュドビーフはもうハヤシライスやんな。あ、そう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 、もうその違いが分かんない。ハヤシライス、ハッシュドビーフ、ビーフストロガノフ。あ、ビーフストロガノフだ、ごめん。ん、わかんない、全部わかんない。何が食べたいやつは、うん、見た目みんな一緒じゃない。うん、こんなこと言ったら来られるんだろう。大体、大体こういう感じ。デミグラスソースがかかってるか、うん、かかってないかみたいな。ハヤシライスって多分和製洋食だと思うんだよね、うん、そうだね、うん、ハヤシだもん、ハヤシさんが作ったの、うん、うん、でハッシュドビーフは、うん、ハッシュドってなんかフランス語っぽくない、うん、でビーフストロガノフってなんかさロシアっぽくない、うん、ストロガノフだもん、うん、最後に生クリーム入れるし、うん、生クリーム入れるの、うん、あれも知らなかった、ミルクレープも知らなかったの、うん、ミルクレープね、初めてミルクレープって美味しいと思って、うん、ミルビールじゃないの、ミルクレープ、ミルクレープ、え、んでその店でビーフストロガノフ出してて、うん、食べたんだよ。ミルクレープって何？え、あれクレープ重ねて、クレープ生クリームいっぱい重なって間にさ、ケーキ、ケーキあるやん、挟まってる。ミルフィーユじゃん。それはパイやん。うん、あれ？ちょっと待って、わからん、もう。ミルクレープだ、あれ。ミルクレープとミルフィーユは違うよ。うん、あ、違うんだ、うん。ミルフィーユだと思ってた。それ同じ同一人物だと思ってた。うん、違うね。親戚。親戚か。うん、兄弟ではないよ。うん。うん、だってあれだもんね。クレープの兄弟はクレープだもんね、うん、でミルクレープとクレープでしょ、あとクレープ、あと兄弟いる、ね、人、あれミルティーはミルティーは見せるもんね。そうだった。お袋ってなんでお袋なんだろうね。え、親父はなんか親の父で親父でしょ、うん、なんでお袋って お袋なんだろうね。え、袋から生まれたからじゃないの。そういうこと。え、カンガルー、カンガルー、カンガルーっていうか、もうなんていうの、え、袋、え、そういうこと、そういうことかなと思ってたんだけど、今までずっとわかんない。え、堪忍袋っていうよね。堪忍袋っていう、お母さんの袋の、その堪忍袋の袋は意味的に、いや違うでしょ。そうね、誰にでもあるよね、うん、笑い袋も言うじゃんね。うん、袋何、袋わからん、袋なんやろな、お袋。ああ、出た。室町時代から見られる語。何それ、めっちゃ昔じゃん。ですって、お、あ、まあいいわ。ね、母親は金銭や貴重品を袋に入れ、すべての管理をしていたことから、はいはいはい、袋と呼ぶようになって、おがせとおおがついたっていう。ああ、丁寧になったの。うんうん。お袋となったと説と、うん、やっぱあの子宮。を袋と呼んでいた頃から、母親そのものも言うようになったとなる説。カンガルーやん、カンガルーやん。もう一個あるって、なんか子は母親の懐で育つため、懐が詰まって袋となり、お袋となったという説もある。懐、まあ懐、あ、最初はちっちゃいから、ちょその説薄いな、うん、で薄いね。私が、うん、あ、私のお袋はお袋ってなる。で、お父さんは、あ、私の親父が私の親父は言ってたんですけど、うん、この感じでさ、はい、私のお袋なんですけどいつもって言ってほしい、それ。絶対言えない。一回母さん、父さんって呼ぼうとしてたけど無理だわ。お父さんとお母さんになっちゃうの。別にいいんじゃないの、おはついつこうがなかろうが。いや、おはつけてほしいけど、おもう様にして。なんでおもう様がいいの。意味がわからない。だってなんでおもう様になったんだっけ。それ本当にちゃんとある言葉なんだっけ。え、知らない。ないよね。ないでしょ。勝手にお父さんがおもう様って呼んでほしいって言ってるでしょ。気持ち悪い。なんか誰も呼ばれてないじゃん、その言われて。いや、そうだけど、うん、って聞いた時に、うん、私のおもう様はって言ったら多分みんなおもう様ってなるから。なんかどっか、クゲみたいな。
お母様でしょ、お父様でしょ、お姉様でしょ、でも妹とかさ、弟ってさ、なんか丁寧な言い方ないよね。お芋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 。年下だからないんじゃない。そうだよね。そうだよ。お芋。お芋や。お芋や。お芋起きなさい。お芋。お芋。ね、そしたらさ、全部全員お芋になっちゃうから、日本の妹が。お芋。お芋。お芋かわいいね。お芋かわいいね。お芋かわいい。お芋にするか。お姉とかも言うじゃん、たまに。お姉、お兄。お芋。お芋。お芋かわいい。お芋かわいい。お芋いいね。お芋。ねえ、お芋。ねえ、お芋。全然ローリングローリングしてる。熱いのこたつ。熱いのか。ローリングあっちいっち。何言ってんの？マジで。お芋。怒るからやめとけ。聞こえてない。お芋。お芋。お芋。なんで同時に呼ぶの？ちょっと待って。ちょっと待って今。あれ起きてる？笑ってる？お芋。起きてる。お芋って言っちゃった。お芋。お芋。お芋。ねえ。笑ってる笑ってる。うるさい。お芋。起きてー。お芋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 。